いただいちゃいますよ。いただきます。オキズの件は前に話したことあります。で、多分そのことも重要だね。それもお聞きした方がいいです。でも、オキズのことおっしゃってるの、うん、で、もう、大丈夫。うん、大丈夫ですよ。大丈夫。で、まあ、なんていう仮に、うん、仮に傷をつけられたとしても、うん、僕がつけたものじゃなければそれは何ていうか大丈夫です、うん、では、うん、で今の働きの状況僕も来たのご職に来たから今日さんという方の言ったらあはい来ました話しましたよっておっしゃってくださってで今の仕事の状況によってはもしねまあご本尊があまりにもご求人ができない状況でってなれば、その地元のにお預けもある、はい、あるしってことは伝えましたよって言って、うん、だからそこはもう、なんつうの、うん、まあ、そのご住職のそのままにやればいいわけです、うんうん、まあ、仮に今度、もし職に復帰したら、うん、まあ、東北に行かされる可能性はちょっとあるんですね、うん、かなり、うん、まあ、かなりというか、かなり高いんですよね、うん、そこで、まあ、どうかな、うちの会社はもういきなり次の日とか行ったりするからですね、うん、その中で、ご本尊様、まあ、連絡取って、預け、うん、お預けする暇があるかどうかも、そんなことも今考えることじゃないの、うん、それがダメ、うん、ちゃんと叶うように道が開くんです、新人があれば。そこが信心がねえって言ってんだよ。信心がないから、ああでもない、こうでもない、こうかもしれない。それ信がないじゃん、全然。話の中にご本尊が全くないんですよ。仏様っていう、その、念が。全部成功だけじゃん。ああ、そうですね。うん、確かに。信心がない。信がなきゃ何もかな。絶対大丈夫っていう。そんなことやれってこと。その、大丈夫だと思えるだけ、やれよってことよ。やりもせんで、でちょみちょみと正代と下手なんかちょみちょみやってるだけでさで結局世法だけで頭の中を覆われてて不安と、うん、そんなもんだけじゃんか妄想と、ね、そんなものが寄りつかないくらいやりなさいってことよ軒並みやってごらんなさいそんなこと考える寄りつかないから、うん、俺が鬱を吹っ飛ばしたその、20分30分の間だけはスカッとしたでも止めた瞬間に落ちてくる鬱が、うんどうしたらいいかって言ったら隙間が開かないようにさ喋り続ければいいんだっていうふうに俺は出てったわけだよね、うん、で要はよく言うそのクソのプールの中でプロペラを高速回転するってことですよちょっとでも緩めればクソがブーって寄ってくるわけだから寄ってこないスピードで回ってるじゃないですかわーってそしたらクソのプールの中にいてもここだけはいつも綺麗な状況にいるっていうさそういうイメージでやってたねだって嫌だもん、鬱になるって絶対に嫌だと思って。そういう、やっぱり、こう、桁行の執念って必要だよね。本当に良くなりたかったら。俺には、ひっきりなしに月収してなきゃダメよ。たまにちょいとやってみてどうなんて、そんなレベルじゃダメだね。うん